今日はお家のデコレーションとかいろいろ探しに来ました。あ、いきなりこれかわいくない？キッチンのところに置くフルーの。ツ入れる。フルーツ入れたりね。いくらでしょう？あ、9ドル99。渡すっていう。はい。そう、引いてきました。特にね、ゲストルームの、ちょっとね、ゲストルームを作ろうと思って。ね、これ、持ってください。 Why so big? あと何がいるかな。まあ、あと何がいるかなって全然まだ見てないんですけど、今日はホームグッズに来ました。ね、何でもあるからね。早く来ると人少ないね。欲しい。あ、これ欲しい、これこっ欲しい。ちっていうか、すごい大きくない？え、こっちの方が可愛い。え、なんかまた No! ね。It's それキャラクターよね。It's the dog from Up. Stop. え、本当？ That's so cute. 8ドルぐらい。ハローキティもある。あ、こんなのあるよ。マイメロちゃん。大きいよね。カップが。あ、こっちにもあるよ。なんか、すごいサンリオキャラクターが大集合。あ、プリンちゃんもあるよ。そういうの好きな。ねえ、プリンちゃん。あ、これ欲しい、これ欲しい。あ、これ。それ、いくら見て。本当に欲しい。10、9ドル99。これ邪魔で仕方ないんですけど。あ、ソフィー、気づいた？ソフィーの好きな。あ、これは好きじゃないの。はい。まあ、見ていきましょう。はい。あ、なんかこういうウッディなのも可愛いんですけど。あ、これなんか使えそう。そう言われると困るんですけど。ボール。あ、かわいい。なんでそうすまん。かわいい。何する？あ、これオールクラーズのよ。16ドル。え、何する？エッグするだけ？何？次いくら？これなんでこ？ 5 ドル。5ドル。ほら。あ、うん？ You look like a big forehead. あ、映ってる。ついここのエリア見てしまう、いつも。なんか、これ Now I can see is my big forehead not red. これかわいい。気になります。これなんか、あ、これもかわいい。スチームになってて、でも何する、この小ささ。これ安い、12ドル99。これなんて9ドル99だし。うん、ソフィーなんか言っちゃった。興味ないよね、それ。それは。なんか見つけた。何？カンド。あ、かわいい。かわいくない？いい香りする。あ、香りはしない。7ドル99。え、かわいくないそれ。欲しいやろ。欲しくないよ。欲しくない。マミちゃん、一つね、ゲストルーム用に欲しいの。スヌーピー好きよね、最近。え、そう？なんか、こういうのが欲しいんだけど。こういうの。それかわいい。ね。わ。24ドル99。あ、これもかわいくない？やだ。なんか、かなりやだ。なんかこういうベージュ探してるんだけど。これめっちゃ。そう。このカラー好き。そう。そうそう。やら。なんかこう、シンプルなのが欲しいんですけど。もういっぱいあるね。いっぱいあって迷います。どういうこと？一つが20ドルとか。そんな感じかな。あ、かわいいのもある。あ、こっちにもあるよ。派手なの。派手なの。見て、こんなのあるよ。欲しいでしょ、あなた。気持ちいいよ、意外と。これ、これ。16ドル99。これ投げれるよ。
思い切り。これ好き。面白くないでも。この感。欲しくない。欲しくないね。なんかアンカンフォーブなる。いやいや、ライ。本当に。キャンドルを探しています。ソフィーの部屋用の。たくさん。ちょっとこれなんてどういうこと？すごい。ビッグなキャンドル。うまい。いくらかわかんない。何それ？何それ？まあデコレーションの。ロースの香り？これローズネガ、あ、ロージーって書いてある。可愛くないね。そんな。抜けて。これなんか面白いけど。Looks like a peach. うん。じゃあもう行っていい。もういいの？もう諦めるのあなた、うん。ローズの香りを探してるんだけど。ダメ。絶対あるでしょ。これロース。Okay. いくらですか？これだと。$7.99。こんなの。あ、もう大丈夫。え？本当に欲しくないから大丈夫。分かった。そこまで欲しくないってことね。はい。あ、またこっちの白いホワイトベア持ったよ。一緒に並べたら可愛いか。このショップではこれだけ買いました。なぜかこれソフィーが見つけました。ライトホットドッグ、うん、綺麗。いい香、なんか香りがね強いよね。うん、いきます。もう綺麗。次のお店行きましょう。またここでもキャンドルを見てます。え、なんかこんなのあるよ。見てこれ。これペーパーよ。It has a candle in it. Okay, I'm all confused. なんかこれ美味しそうよ。Martha Stewart. バニラ。これ大きいけど。It has the smell I want, mom. ローズがないですね。なんかこれ可愛くない？これ。That smells like the garden place that we used to go to. ああ、本当だ。すごい。でもいい香りじゃない？好きやけど。なんかこうフローラルな。フローラル。あ、こっちにもあるよ。こっち安くなってる。I can't read that. We're just gonna smell it. またこういうのがある。これは。スムージーがあるよ。はい、デコレーションまた探しています。あ、これなんか置いたらよくない？で、この上にグリーンを置くんだよ。あ、ソフィー部屋に置きたいでしょ。I think I want Barbie more. あ、ライトも探してるんだけど、ランプ。こんなの。あ、ピロピロ。ね、クッションも探しています。ピロ。うん。$20。I think you want this one. No. Even though you hate it. No. また。あ、また。それ人気なんかな。ね。なんかね、ベージュみたいなシンプルなのが欲しいですけど。I'm gonna go on the next aisle. はい。16、何何？ Can I get it? スパイダーマン？スパイダーマン。あ、マットも。ちょっとじっくり見よう。じっくり見ます。バスケット。これは大きいかな。こんな。あ、買っとこうかな。どっかに。うん。
もうえ、キャットもピクチャーある？え、何？ピクチャー？あそこドッグ、かわいくない？あっちのドッグ。I can't see the other ones. どっちに、どのサイズかな？これにしようかな。$14.99。はい、これにしましょう。どうしようかな、やっぱり。ちょっともうちょっと考えよう。こんなのもある。迷ってます。見つけた？迷ってる、これ。早くスクリーズ返すといい。やべ、このチェアさ。あ、ハローキティよ。あ、チアも一ついるんだけど。I think you need this one, Mom. いや、いらんけど。I honestly want this. 座り心地いい？あ、ソビーこれいるんじゃない？これ。For what? デコレーション。To sneak out the house? うん。あ、いや。あ、これは？欲しくない。うわ、チープ。チープ。うん。あ、ライトここあるけど、これ。いや、いやね。はい、今のところこれだけ。ここではこれを買います。このマット。ね、スイートポテトは？スイートポテトは買う、買う。で、これはいくらかというと、$16.99。これでしょ。このくらいかな、もう今日は。なんかごちゃごちゃです、いつもここ。この家具とかもあります。これは$200ぐらい。なんか可愛いかも、意外と。なんか可愛くない？これ。あるですね。え？好きじゃない？巨大な。あ、これソフィー入れるね。え？え、メイプルの$40。あ、これ、玄関先に置けるかもよ。いくらでしょう？いくらでしょう？あ、もう書いてない、もういいや。あ、3つセットで、あ、意外と高いよ。$350。え？ねえ。Walk away. Walk away, Mom. はい。もう行かなきゃはね。庭に欲しい？I think we're okay. 、はい、そして、シューズショップに来ました。嫌やった。ちょっと広げて無理やり入れんで、6.5。 This box looks okay. 本当に今どき無理やり入れてます。サンダル$50ぐらい、こういうの$10。 6.5 feels it. いい感じ。Mom, this is platform, this isn't. はい。じゃあ、大丈夫。じゃあ、それで決定で。はい。わあ、今日ナイスで、本当に。あ、綺麗。見て、綺麗よ。ね。レゴストア行く？レゴストア行ってもいいよ。行く？やった。うん。はい。やったって。レゴストアが好きです。行こう。山も綺麗です。そしていつもの本屋さんに来ました。ソフィーの好きな、うわ、キノコ、ここ見て、ここキノコ全部、ほら、ブックもキノコの本、見て、なに、なになに、これね、うん、This is like the summer turn pretty, the show we watched、うん、It has the like the live action likePicture on it.、So once the third season comes out,、the third book will come out with this thing, and then once they all come out, I'm gonna buy it instead. Oh, yeah. Because I only have the cartoon one,、like the, not the cartoon one, but like the drawn one,、and I want this one. そうです。さっきのキノコのところが気になる。キノコグッズも、キノコのペンも。やっぱりリサーチしてます。
結構にぎわってる。あら、スタバじゃなくて、スタバよね。え、なんか買わないの今日は。あ、あ、しません。ダディなんかアスクしてる。こっちは漫画のコーナー。ドラゴンボール。プライドコーナーもあります。なんか読んでる。どうしたの？なんか見つけたの？ This book is usually normal and doesn't have this, but it has a bookmark and this. おお、こう。で見て。え、読んだのそれ？読んでないでもある。見て、でこれね。I've read this one. It's this book, but it's like this. あ、かわいい。I've never seen them in stores. これかわいい、本当に。でも、ダーティー、これ。あ、本当だ。1個しかないの。I'm gonna buy it online. Because it's so cute. I've never seen it in a Barnes & Noble. 読んだんでしょ？ Yeah, I've already read this. I've read all three of the books. これね。これじゃないの？いった、これ。It's green, so. Cool でしょ？これが良かったね。で、ブックマークもある。これ高いんやっぱり。わからん。いくらで買ったのあなた？like a normal price. え？どうした？高いん？ It's $25. This should be like a normal price. そう思う？でも、ちょっと。$13. That's a normal book price. Because I'm pretty sure this is... えぇーとか言って。えぇー。 Can I get ran over?はいはい、聞かれるから早く歩いてって言われました。あ、ほんといい天気。ここ何、ここ見たことないけど、うわ、なんかほんと綺麗。はい、今日はお餅を作ります。お餅が、あ、食べちゃった。使うんだけど、お餅がなくなったので、はい、恒例のお餅作り。恒例？なんか全部切っちゃえ。はい、もう簡単にホームベーカリーで作っちゃいます。なんか昔、どのくらい前だ、2、3年前に作り方 YouTube に上げたんだけど、ずっとアメリカに来てからホームベーカリーでお餅を作っています。今日は3合、今日はっていうか毎回3合作ります。はい、普通に3合のラインまで水を入れました。そこからだいたい 100cc ぐらい水を減らして、でそしてまた普通に炊いていきます。私が柔らかめの、ちょっとトロンとしたお餅が好きなので、最終的にはちょっと柔らかめのお餅に仕上げていきます。はい、では炊飯器にセットします。はい、では炊きましょう。次に炊きます。 Select the preferred function. Zero pressure glutinous riceCooking is starting. Please do not open the cover while cooking. 今日は、私の大好きなルンダ餅のあんにするので、枝豆をね、はい、どんどん出してと、言えば面倒だけど、でも意外と簡単にできますね。ずんだあんはもう砂糖とお塩と混ぜるだけ。ちょっと水入れたり、水の代わりにミルク入れたり、ほんのちょっとすることもあります、混ぜるときに。もうちょっと落ちるよねやっぱり。入れて、枝豆落ちすぎ、枝豆を入れまして、はい、綺麗に拭いたから OK です。
落ちたのも入れて OK です。はい、ここにお砂糖、お砂糖も適当です。味を見ながら毎回作っていきます。思いっきりが必要なんだけど、とお塩ですよね。お塩も結構多めが好きですね。はい、ではこれで混ぜます。今日はこっち使います。このミキサーちっこいの使います。はい、いいでしょう。どうでしょう。いい感じです。ちょっと出していきますね。はい、いい感じにできています。したけどちょっと来ました。まあ眠いです。炊き上がったので、もち米炊き上がりましたので、ホームベーカリーに入れます。うん、いい香り。はい、まあ10分ぐらい回します。様子を見ながら。でもカットして冷凍します。はい、カットしています。まあ、適当に四角に伸ばして、でカットして冷凍保存します。毎回でこんな感じで粉をはたいてちょっと振りすぎ、くっつかないようにと思って振りすぎました。結構な数できます。職人気分になってきちゃう。あとはジップロックに入れます。はい、完了。お茶タイムにします。メープがお外行ったね。
気に入りのお茶で、お気に入りの緑茶でお茶タイムにします。ここの、はい、でずんだ餅たっぷり入れましょうね。せっかくなので、ももも、いいよ、外行って、はい、たっぷり入れましょう。出来たてのお餅なので、はい、よ、はい、ではいただきます。うん、いい香り。はい、あと湯飲み、さて食べましょう。塩が効いてます。うん、今日も柔らかくできてます、お餅。うん、おかしちゃう。 Where are you?